名古屋市内のビアレストラン一階の醸造所で作られた色とりどりのクラフトビールが人気で以前は多くのお客さんでにぎわっていましたが先月からの緊急事態宣言でお酒の提供ができないため休業しています否定されてる感がありますよねそこは当然仕事何しやいいのみたいな今は醸造所で作ったビールをはかり売りしたり 缶ビールとして販売したりしながら酒の提供が解禁される日を待っていますここで提供できるだろうということで進めてきているのでいろんなことを逆にできないってなるとまた例えば休むのかいやいやそうじゃなくっていう風にするのか悩ましいとこですよね愛知県の大村知事は緊急事態宣言が期限通りの今月20日に解除されれば 21日以降は、飲食店での酒の提供を認めたい考えを示していますがま休業するにあたって、食材だったりとか、いろんなもの、在庫はもう全部空っぽになってますし、さすがにもうこの1日、2日で決めていただかないと、やるにも万全な状態でスタートできないなみたいなところがあって、できるだけ早く決定が出ると、動きやすいなっていう。